はい、テニスファナティックスの小村です。今日も動画をご視聴いただきまして大変ありがとうございます。今日なんですけれども、テニストライブさん主催の江原博康プロ、沼尻圭介プロによるテニスイベントコネクトというものに参加させていただくことになりました。このイベントはテニストライブさんが企画をされて、プロの選手とテニスファンをまあつなげると、まあコネクトするというものなんですけれども、今回ちょっと私も参加させていただいてですね、一緒に彼らとまあプレーをさせていただけるということでですね、まあその様子を動画にしていきたいなと。まあ、彼らがね、どんなボールを打つのかとか、彼らの魅力がですね、この動画を通じて少しでも皆さんに伝わるような内容になればいいかなというふうに思っていますので、今日は頑張っていきたいと思います。では早速行ってみましょう。ということで、よろしくお願いいたします。では、選手の紹介をまず僕の左手、江原博康プロです。よろしくお願いします。2014年の全日本選手権シングルス優勝チャンピオンです。2017年のダブルスの全日本チャンピオンでもあります。一言いただきます。よろしくお願いします。そうですね、実戦となるのでポイント多めでいきますので、なるべく皆さんにポイントを上げないように、やっていきたいと思います。情けはなしです。よろしくお願いします。続きまして沼尻圭介プロです。2011年、ジュニアディビスカップで国際大会がありますが、そこの日本代表選手です。メキシコ大会では、出た試合全部で勝利を収めて、日本チームの勝利に、多大なる貢献を、した選手であります。皆さんこんにちは。今日は皆さんとテニスができることを楽しみにしてきました。実戦ということで、ラリーポイント多めでやっていきます。2セッション続けて参加の方は怪我だけされないように気をつけてください。よろしくお願いします。短い距離は左右、長い距離はクロスを使うとすごくスムーズにいくっていうのを覚えていただくと、まあ、横も前も後ろも同じリズムで動けるので、安定していきます。後ろ体重にならないように OK です。お願いします。はい、ごめんなさい。 OK、 はい、 OK、 下がりながら打たないですよ。速いサーブを打とうとして、ここらからグーって打ってるようなイメージは
しっかりリラックスした状態でラケットを振り抜くっていうのがまず、一番大事かなと。あとは、角度ですね。どういう感じでラケットが出てるか、前なのか上なのか。前ですし、前はすごい意識してます。やっぱり頭の前でこうラケットが勝手にラケットをこう放り投げちゃうような感覚を持ってて、前っていう気持ちはあるんですけど、まあ、それでもやっぱり僕ら身長はそんなに高くないんで、常に下から上っていう感覚が、なるほど、難しいですね。見ながらラケットを前に、じゃあ斜め上ですね。まあ、ポイントとしては、あと僕が一つ、まあ、一般の方とか見てて多いのが、こうトスを上げるときに、一瞬の状態が上がっちゃう方とか結構いらっしゃっていて、まあ、今日僕、皆さんの中で見てないので分からないんですけど、それだけは気をつけてください。やっぱりこう一緒にトスと一緒に体が上がってしまうと、もう力が伸びきってしまって、最後、もう手の力しかなくなってしまうので、トスは上に上げるんですけど、体は、もし僕の感覚では、体は逆に下に行ってる。一緒にこう上に行くんじゃなくて、トスを上に上げました。ということで、江原プロと沼尻プロのイベントに参加してきました。今日はね、ちょっとあんまり個別にこう、お話を伺ったりするような時間はなかったんですけれども、まあ、しっかりコートの上で、ラリーを通じてですね、まあ、会話ができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、沼尻プロの、やっぱバックハンドはすごい綺麗ですよね。綺麗にこう、フィニッシュを迎えていて、構えてからスイングするところに一切ちょっと淀みがないというか、
綺麗に振り抜けていて、すごくお手本になると思いますし、まあ、江原プロなんかはですね、もうすごくバランスが良くって、エキジビマッチ見てても、スーパーショットに、まあ、ちょっと目が行きがちではありますけれども、すべてのショットにバランスを崩さずに、こう、自分のショットで、自分の打点で捉えて、正確に相手のことに返すっていうことを、まあ、しっかりと基本に忠実にやられているっていうところがすごく参考になるんじゃないかなというふうに思いました。で、まあ、今回のイベントを通じて、彼らとも、まあ、接点ができましたので、まあ、これからまた何か機会を作って、また別のところでですね、いろいろお話とかお伺いできたらいいなというふうに思ってますんで、皆さん、その動画がもし上げることができたら期待していただけたらなと思います。またですね、この動画が、よかったねっていうのがあればですね、チャンネル登録ぜひお願いします。また、いいねボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。またですね、こんなイベントをやってほしいとか、こんな選手に興味があるんだよねとか、このプロの選手の話を聞いてほしいみたいなものがあればですね、ぜひともトライしたいと思いますので、コメント欄の方にですね、コメント書いていただければ、全力で頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日もご覧いただきましてありがとうございました。